はい、小川慎弘です。今回の動画は今年の夏にお勧めしたい日焼け止めをご紹介いたします。普段どれぐらいの割合で日焼け止めって塗ってますか？で、以前はもう何もなしでも真っ黒になるように毎年夏は真っ黒焦げになるぐらい焼いてたんですけども、30後半になって、まあ、日焼け止め塗らないとあと大変になるなと、シミがねやっぱりこう目立つようになってきて、今年になってからはちょっと休みの日とかにね、子供のサッカーとか見に行ったりする時でもこまめに塗るようにしてたんですけども、それでもやはりこう忘れてしまう時なんかは帰ってくるともうすごいこう赤くなって、もう黒というよりも先赤くなっちゃうんですね。そういったちょっとした期間でもやっぱ塗らないといけないなと。で、今春なんでね、一番こう紫外線がきつい時なんで、もう春から始めて、で夏場なんか当然当たり前だし、秋でも冬でも曇ってる時でも天気悪い日でもお部屋の中でもやっぱりそのね、紫外線予防っていうのはすごく大事だなっていうのは思ってます。だからこそ今回のね、商品はぜひもう毎日使いしてほしいものなんですね。で、今回ご紹介したいのがこちらですね。モリーズっていうところが出してる UV エマルジョンっていう、これ使うまでは以前使ってるやつだったから、それがなくなってこっち使おうと思ったんですけども、もうこれ一回知っちゃうともう他いけないですね。で、まあ、日焼け止めってどれも一緒じゃないのかって思ってたんですけども、やっぱりその紫外線予防を防御してくれるね、いろんな数値があって、まあ、それ一つにこの SPF っていうのがあって、SPF これ50プラスっていうんですね。もう1から50まであって、これまあ国内最大指数って言われるもう最強ですね。あとは PA プラス4ついてますね。プラス5まであるんですけども、もうかなり防御度高いです。まあ、海とか行くとき、山とか、そうレジャー行くときにはぜひ、これ使ってほしいし、普段使いではもったいないぐらいですけども、これやっておくとかなり予防できます。で、実際にですね、まあ、これ塗ってみてすごく実感したんですけども、伸びもいいし、ベタつかない、すごくいいですね。ちょっと塗っていきますね。おでことか鼻とか焼けやすいとこは特にねしっかり塗ってほしいんですけど、でもちろんね、この塗る前には、最近僕もね、あのスキンケア結構あの動画でもアップしてるんですけども、こちらはあの朝とかでも洗顔した後に美容液とか化粧水とかクリームとか塗って、最後にこれを塗ってほしいんですね。で、塗るときはもうまんべんなく、で気になるとこは重ね塗りとかも全然ありですね。ムラがあることでそこがまた焼けて、それがきっかけでシミとかにもねなってきますから、しっかり塗り込んでください。で、すっごいサラサラしてます。で、すごい肌色だったんで、なんかファンデーションみたいにねつくのかなと思ったんです。全然そんなこともなく、マスクにもつかないです。で、よくね、あの女性の方でノーファンデ、私ノーファンデなんですとかって言ってる方多いじゃないですか。で、そういう方ってね、めちゃくちゃ肌綺麗なんですよ。で、僕自身もこの美容をやりだして、あのメンズ用のねファンデーションとかいただいたことあって、撮影前とかでね、ちょっとこう目の前のちょっと不調な時にあの塗ったりしてたんですけども、やはりこうノーファンデっていう言い切ってる方すごく肌綺麗だし、まあそれ塗るとね、やはりこう化粧落とするときにまた摩擦の原因だったりとか、そういったことでトラブルになることもあるので、まあない方がいいんですけども、でも逆にカバーリングとしては普段からシミができやすい方とか、隠す意味でもそうだし、防御するって意味でもここはありかなと思うんですね。で、その上にまたこれ塗っておけばいいし、要はあの肌トラブルにならないためにこういう日焼け止め塗るわけですけども、それ以外にも普段こう防御できるものはここはありじゃないかなと思うので、またそういったところもね、いいものあればどんどんご紹介していこうと思います。こんなにいいものがあるんだっていうことで、まあ、男性でも使ってほしいし、夏になる前の今の春一番紫外線高い時期なんで、しっかりと普段からこういうね、あの日焼け予防をできとくと、日焼け予防にもなるし、あとシミ予防とかにもなってくるので、ぜひ今回のこのモリーズさんの UV エマルジョンお試しください。で、ぜひね、気になる方はもう今からでもすぐね、あの概要欄の方から小川慎の公式で登録いただいて、そこの中に公式オンラインショップっていうのをね開設しましたので、そこからぜひチェックしてみてください。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。